のぶたんに送った落書き写メを見返してたところだった。今髪の毛オフにしたんですよ。あわ何言ってんだろう、口が回らない流したの緑でもちょっと残っちゃってるけど、まだだから髪が濡れてる。ジャガジャなんかかっこいいとかわいいが混ざってて顔が保てないか保てない。ジャガジャ本当になんかちょっとロックな誰だよって感じだよね。あれなんか全然違う人みたいになっちゃった本当嬉しい、ありがとう。花川さん痩せたかな。全然痩せてないんだよ。あのね本当ね嬉しい。なんかむくんでないのかな。じゃあすみちゃんこんばんざんまいたんこんばんざい。かわいいでしょ、かわいかったでしょ。緑じゅんやこんばんざい。じゅんじゅんだ。トムさんこんばん、トムさんこんばんざい。ねごめんね、朝わざわざさリプありがとう、申し訳なかった。なんかすごい気にさせてしまったらごめんね何にも私はごめん、気にしてないよトムさんこんばんざい。ジュイヤ風呂上がり、あのね鬼滅のねこれやったんですよ。カラーワックスやったからね落としたあピスパンコーマンズいいね、それカラーワックスいいよね。トムさんハローこんばんざい。トムさんまだしっとり濡れ髪ですね。そうなの、落としたで乾かす前にね配信始めるっていう、ちょっと時間がなかった。よかった苦労だってジュイヤあれだもんね、派手髪好きじゃないもんね。そうだよ、黒に戻りました。なんか本当にお湯で落とせるから、その日だけちょっとだけインナーとか染めたいなって。私は上からもうバーって塗っちゃったけど、インナーとかあのハーフアップでちょっとカラーしたいとか、一日だけのそのお休みとかの日とかでも使えるから、すごくおすすめですという、とても優れもの。なんか本当は私はカラーワックスとか好きじゃなくて、なんだろう、なんかカラーワックスやるなら染めたいっていう派だったんだけど、なんかこれはすごく発色もいいしおすすめです。本当はね紫使うはずだったんだよね。でもなんかいろいろありなんかあのいろいろありグリーンが回ってきたという、だから紫が良かったんだけど、でも一番これにこれで良かったってぐらい可愛い色だったから結構お気に入りです。これなんか使えたらいいなって思う。あ、はっくん落とすとき髪抜けそう。あ、確かに。でもちょっとあの落とすときは抜けなかったけど、コームで伸ばしながら塗るんだけど、なんかこっち塗ってこっち塗ってたときにちょっと立ってからね、ここ置いてからコームで溶かしたらあの引っかかって髪がとても抜けた。だからここだけちょっとハゲたトカチさんのこんばん、トカチさんこんばんざい。ちら今日ねすりじえさんと一緒だったよライブ。あこちゃんと写真撮ろうとして、あのねたまたますれ違って、他の子には普通にあ久しぶりですとかやって挨拶できたし、結構なんか声かけてくれた人もいたりして、すごくねそういう機会があったんだけど、あこちゃんと撮りたかったんだけど、あこちゃんさ物販でさたまたまあの入れ違いで合わなかったんだよね。だからね写真撮れなかった。ピエン久しぶりに会いたかったな。なんかいいねとかたまにくれるので嬉しい。リプとかくれるたまに、なんかちょっと前になんかおめでとうございますみたいな、バンゼージパンに入るときにおめでとうってリプをくれた気がする。トムさん、いやいやマイクお嬢様が素敵でしたってことだけ伝わる。え、そう伝わってるよ、ありがとう。褒め言葉だということは分かっているありがとうトムさん、嬉しいよ本当にゲットしてくれて、すごく嬉しかったし、なんか
毎回ゲットしてくれるときに DM でわざわざ丁寧になんかこれ2枚とこれ2枚とって頼んだよって教えてくれて、すごく分かりやすくて、あ、わざわざありがとうって、あのね、勝手にね DM は返せないけど感謝していたありがとうトムさん、早く会いたいね。デンさんこんばんざい。鬼滅好きなメンバー間では取り合いがあったんだろうね。あ、なんかあのデンさん今日会いに来てくれてありがとう、ほんと嬉しかったしさ、なんか見てほしいポジションだったし、あのたまたまねリマさんがライブに突然出れなくなっちゃって体調不良で、でなんかフォーメーションが変わって大江戸のメイさんポジ、シンポジだったんだけど出番のなんか30分前ぐらいに覚えて出たんですよ。だからなんかそれもすごい見てほしかったポジションがなんか増えたし、デンさんに見守ってもらえてて本当に嬉しかった。やっぱりなんかデンさんとかなんか私のこと好きな人が見ててくれるだけでも全くこんなになんかライブって楽しいんだなと思った。今日本当に会えて嬉しかった、デンさん明日は会いたいし見てほしいとこがあるから、あの明日も見てほしいポジションなので来てください。本当にそう、鬼滅好きなメンバー多いよね。万全なんかゆうみさんとか好きだった気がする。あれ違うっけ、私はそんなに詳しくないからわからないけど、なんか前マリアさんがやってたコスプレやってた、ね、やつかな、これはそうだよね多分。バンザイハウスのすみちゃん、え、そうなの、オタクバージョン、嘘。みつきちゃんこんばんない、マイカちゃん、みつきちゃん、餃子はねえ、なんかまた変わってるよ餃子、なにこれ、す、よ、ん？で食べたい、じ、これなんて読むんだろう読めない、これなんて読むの、おはよう、はっくん、コームとかないと綺麗につけられないかな。なんか全然私はこっち側はコームなしでやったんだけど、なんかね固まっちゃったから、あ、もういいやコームとか思ってペペってつけちゃったけど、でも綺麗につけるにはなんかちょっとずつ取って伸ばした方がムラができないかもしれないけど、別にコーム使わなくても綺麗につく感じだよ。なんかハックン青とか好きそう。今日は出演アイドル的に良かったんだけど、うん、じゅんやりまさん大丈夫、心配ね、心配だよね、大丈夫かな。マイカおはようございます、みんな体調気をつけ、そうだね気をつけます。デンさん明日のチケットもう締め切ってるよね、チケットを締め切った59分まで、え、当時刀剣ってないっけ、え、ね、デンさん会いたい、講話祭無音だけの挨拶だけ、イワキング、これ伝わってんのかなイワキング、イワキング、スコショウ、スコショウって何、初めて聞いた、スコショウ、酸っぱいのコショウが好きなの。みつきちゃん明日行くよ、え、明日会えるの、わ、嬉しいわね、それは。そう、今日はねしおりさんがいなかったから、こんばんは、あこちゃんはいい子、おーちゃんだ、こんばんは、おーちゃんこんばんざい、スクショしてくれてるかな、おーちゃんいつもしてくれるからさあ、あこちゃん嬉しいんだよね、いいねくれ、あのインスタグラムもいつもいいねくれて、なんか私もあこちゃんのだけめっちゃいいねしてるたくろうさんこんばんは、今日たくろうさんありがとう、さっき楽市楽座頼んでくれてとっても嬉しかったよ、ありがとう。実は送られてきた動画前々が私と違う名前呼んでるので、え、誰、嘘でしょ、なんかねあるみたい、そういうことが、ちょっと言ってくださいな、誰を呼んでる、え、教えて、申し訳ない、ごめんね、あのスタッフさんにあの言うね、のぶたん本当にごめん、せっかく頼んでくれたのに嫌だったよね、ごめんなさい。誰を呼んでますか、のぶたんのもちゃんと送ってるはずなんだけどな、ハックメッシュみたいな感じで前髪とかに入れるか、あ、それもいいね、前髪いいかも、
確かにがっつり染めたみたいにつけるかな。あ、なるほどね。え、何色がいいの、ハーク。紫。あんちゃん紫だったよね。え、でも確かに前髪につけるの可愛いかもしれない。メッセージ、なんかふみさんに、私ね一応こうブリーチ毛なんでしょう、ブリーチ毛で、なんかもう今菌が出てきちゃってて、この辺とか。ふみさんに前髪やばいんじゃないって言われたんだけど、前髪とかにちょっとつけたらって言ってもらって、ふみさんに確かにと思ったんだけど、なんかちょっと器用じゃなくて変についたら嫌だなと思って、私は下手なのでここにつけた。確かに、でもハックン前髪似合いそう。ちょっと前髪メッシュ見てみたい。のばたんあるあるだよってジュンジュンが言ってる。え、ジュンジュンもあった、ちょみじゃんってびっくりした。嘘、本当に申し訳ない。何がのぶたん間違ってたか教えて、言っとくね。本当にごめんね、せっかく頼んでくれたのに。お茶、みなみさん、あ、えりちゃんはね、えりちゃんさ今日いた、会わなかった。えりちゃんって何組だっけ、星、会わなかったんだけど、なんかこの前ある駅で、いつもなんか乗り換えとかに使う駅で、えりちゃんとなんかばったり会って、でなんかえりちゃんからマイカちゃんって声かけてもらった。すごい嬉しかった。それ写真撮った。拓郎さん確かに役一楽さん間違い多いよね。え、間違ったのあった、拓郎さんも。ごめんね、なんか皆さんよくあるみたい。なんかツイートでね見かけた、間違ったの届いたっていう人が何人も見た。マイカのぶたんさんの何動画はひろゆきさん。え？あ、ひろゆきさんのが届いちゃったってことか。ごめんね、言っとくね。いつの動画か教えてもらってもいい？のぶたん、何のさコスプレのやつそれ。本当にごめんね。ダメだよね、そういうのは。のぶたん。普通に紫似合いそうっていろんな人に言ったから、紫買おうかな。紫似合いそう。あとね、でも青より赤の方が似合うかも。赤か紫って感じ、ハッくん。見てみたい。ジャンボさん、マイカさん、ジャンボさんこんばんは。今日ありがとうね、チェキも嬉しかったし、数少ない大名さんの中来てくれて嬉しかった。目立つね、やっぱり。ゆうきうさぎさんこんばんは。こんばんざい。初見さんこんばんざい。俺のところはサザさんが別の人に送った動画と。あら、そうなの？ピエーン。ジュンジュン、そうなの、入れ替わって送られてる。だってみなみさん、みなみさん、みなみえりちゃん、お茶、月組だけどいたかどうか知らない。今度かぶったらしゃべっとく。私えりちゃんいなかったかもと思う。分かった、今度撮るね。そっか、お茶好きだもんね、えりちゃん。自分はトークボートの特典の入れ違いだから。あれ、トークポートの特典。ジュンヤは誰のが来てる。今日会場に着いたの5分前。あ、そういうことか。笹さんがジュンヤに送ってたってこと。それは今日会場に着いたの5分前でしたっけ。そうなの、ギリギリだったね。お疲れ。そっか、ギリギリに着いたのか。でも今日は最初から見れた。前は前でもなかった。嘘。あ、そういうことか。拓郎さんとこに笹さんが撮ったのが送ったってこと、送られてきたってこと。すっぴんパジャマの動画、ファイル名はマイカのボタン。あ、そういうことか、間違えてたんだね。じゃあすっぴんのやつが、それ間違えてますって、のぶたんからもさ、DM に送り返すことってできる？私も言うね。すっぴんのやつが、のぶたんっていう名前でファイルだったけど、ひろゆきさんのやつだった。
申し訳ない。ひろゆきさん見てるかな。ひろゆきさんは間違ってないかな。そしたらなんか入れ替わってる可能性がある気がして怖いな。え、言います。後ろで目立たないようにしてたはずなのに。え、全然目立ってたよ。後ろやのあれなんか結構のもうね、後ろの方は暗かったからお顔があんま見えなかったんだけど、もうジャンボさん、後ろだったらもうジャンボさんって感じだった。どういうこと。月組の南さん、もしかして南、うん、南えりちゃんだよ。え、スリジエさんのファンの方なのかな。こんばんざい。うん、DM 送っておくね。え、ごめんね、のぶた言っとくね。申し訳ないです。たくさんあのメンバーの特典があるから結構そういうことがあるみたい。本当にごめんなさい。申し訳ないです。本当明日は、明日もライブがあります。明日はね、ヨアニさんであるんですけど、明日も見てほしいポジションがあるので、ちょっと狭い会場なんですけど、会いに来てくれたら本当に飛んで喜びます会いに来てください。デンさんが1位にいる。デンさん、もう会えないかな明日。ぜひ会いたいなという気持ちなんですけど、やばいね、私お風呂上がりみたいになっちゃってる。でも結構カラーワックスいい感じだよ。あ、初見さん、流星さん、こんばんざい。こんばんざい。安藤舞香です。万歳ジャパン千葉県の伝道師です。とりあえず今日もエア手合わせできたと思って。え、気づいた、私見たのえ、やったよ。なんかね、2人とやった。今日は後半と前半って分けてた。スリジエ、名前はスリジエさんのファンの方か。今日いた天心さん、こんばんはです。こんばんざい、天心さん。すごい、今日は普段あんまり来てない人がたくさん来てくれたりとか嬉しい。こんばんざい。今日はドンキホーテさんで売ってる鬼滅のカラーワックスを試してみたので、帰ってきてからやったので、ちょっと落としたばっかで髪がこんな感じなんですけど配信してます。登録ボード支払い項目表示されないから、問い合わせしても、うん、返信内容やるなってことだな。トークポート支払い項目表示されないか。支払い項目が表示されない？え、やってるのにってこと？え、なんかアプリが悪いのかな、それは。え、バンザイジャパンのさ、スタッフさんにも問い合わせてみた？今 3J 行ってないです。あ、そうなんだ。私お会いしたことあるっけ、雪うさぎさん。そうなの、今日 3J さんと被ってたからね、すごく嬉しかった。なんかスタートライン好きなんだけど、ちょうど物販の時に月組さんが出演してて被ってて、でモニターで見てたんだけど、なんか走り出せってかかった瞬間、なんかもう懐かしいと思って、でも一人でね、脳内で踊ってたよね好きなんだよね、あの曲。白紙のせ、なんだっけ、走り出せ、知らない世界へ、ボーダーの先へ、いつこよへ、さあ手を伸ばせ、泣けるくらい。ちょっとうる覚えなんだけど、熱くなれるもの見つけたら、今日が新たな君のスタートラインだ。久しぶりに金魚
そう、今日久しぶりにやった、嬉しい、見てくれて、だからなんかね、見てほしかったからとっても嬉しかったで、なんかね、久しぶりだったからチャンスだと思ってやりました、思いっきり。スタートラインです、そう、スタートライン好き。あとはね、Yes, you are number one が好き、私は。他のグループでも購入選択ができないみたいだから、多分トークっぽく問題とか、あ、そうなの、え、そんなことあるのかな、みんなもそうなのかな、え、なんだろうね、一回アプリをダウンロードし直してみるとかやってみて、じゅんじゅん、え、ズーヤとお話できないじゃん、永遠にピーマン、おはよう、おはよう、ピーマン。なんかアバターが美味しそう一応万歳ジャパンさん台湾にで、うん、何これ、なんて読むの、台湾で被ったことある、嘘、拝見したこと、あ、拝見か、びっくりした、ありがとうございます、嬉しい。え、今度ね、初見チェキ無料なので来てください、ウキウサギですって言ってくれたらすぐわかる、見てて、金魚がマイカさんだってな、嬉しい、ありがとう、ジャオさんなんか自分でまだパフォーマンス見てないんだけど、なんか嬉しかった、そうやって言ってくれる人がいて、あと見たかったよとか言ってくれた人もいて、すごく嬉しかった。今日は千葉なんで、千葉県で、千葉県に住んでるし、千葉県の伝道師として活動してます。マイカとトークを突然話してない、そうだよ、純也が黙ってるからね、3分、だって純次今日喋らないよって言ったら、うんとか言って、そう、うんすら言ってくれない日とかあったもん。もうね、さすがにどうしようと思った、昼何か言ってんだけど、何、昼なんか言ってたっけ、何、え、なんか言ってたってなんだっけ、ショールームで、え、なんだっけ、なんか言ってたっけ、私、愛ちゃんこんばんだ、愛ちゃんこんばんだ、嬉しい、来てくれて、今ねカラーワックスやったの、鬼滅のこれちょっと黄緑みたいにやったんだけど、落とす、なんか色が入っちゃうから、絶対落としたらお風呂上がりみたいになっちゃった。乾かす前に配信始めるという。じゃあ今度ぶっぱ、え、待ってるね、ゆきうさぎさん、嬉しい、ありがとう。そう、初見チェキ無料なんだよ、だから安藤舞香で来てください。初見チェキ無料、自分は初見です。純也は何回目なんだろう、それ言ってるの水上だと野崎ゆりかちゃんもちまうの、え、可愛いよね、ゆりかちゃん結構あの顔が好きでツイッターよく見てる。でも一番好きなのはあこちゃん、なんでも、何もならないでいいんですけど、何もならないでいいんですけど、明日楽しみにしておきます、楽しみ。ピーも明日会えるの、ツイッター見た、見た、本当、なんかすごいロックみたいになっちゃった、原宿のにいそうな、なんか古着屋さんとかにいそうなショップ店員さんみたいな感じになっちゃったから、ちょっと雰囲気変わっちゃったかなと思ったんだけど、意外と結構ね好き、可愛くて、色が本当は紫なはずだったんだけど、黄緑もいいじゃんと思いました。え、愛ちゃんさ、使う、カラーワックスとか使いますか、普段。私初めて使ったカラーワックス、あ、います、どこかに、え、どこかに、え、じゃあピーマン探すね、ピーマン明日マイカにチェキ行かんといけんよ、だってピーマン昔のマイカちゃんっぽい、あ、そうだね、なんか染めてた時あるから、なんか私も自分を思い出してるね、前の、すいません、ちょっと作業があるの、一旦先生、え、ありがとう、ゆきうさぎさん、また待ってるね、全く使わない、え、そうだよね、私も使わないんだよカラーワックス。でもなんか意外とついてもね、あの服とかにつかないし、ちょっとここについちゃったんだけどつかないし、なんか意外といいなと思ったから、なんかの時にちょっと前髪だけいじったりしてみようかなってちょっと思った。なんかハロウィンとかいいなって、
ライブ行けますね。ありがとう、待ってるね。予約も待ってます。なんかその告知ツイートにリプをくれたらそれで嬉しいです。下物販移動するのめんどいから分からん。おやすみなさいにか。あ、そっか、明日。そうそう、物販場所が違うからね。そうなんですよ。じゃあピーマンいないのかな、物販。配信も待ってるね、ありがとう。おやすみなさい。雪うさぎさん嬉しい、コメントくれて。そうなんだよ、明日は物販が場所がちょっと会場じゃないとこやるから。そうなんですけどね、お待ちしてます。ちょっと残ってるかな。あ、ちょっとまだ残ってるかも。髪がギシギシだ。たくろうさん、かわいい、ありがとう。さっきもあの全体の配信の時にかわいいってくれて嬉しかった、ありがとう。あとツーショットもありがとね。名称はマイカちゃんでもいいんだよ。まだ少し残ってるね。残ってるよね。ちゃんとお風呂で落とさないと。どうしよう、蓄積しちゃったら。カラーワックス初めて使ったからちょっと緊張した。やるの。243人の方こんばんざい。お外からお星様もありがとうございます。あんまあれかな、見てないかな、みんな配信。すごい、お星様ありがとう。誰だろう、砂とかいろいろ残す。砂とかいろいろ残す。砂めっちゃ見てるよってね。嬉しい、本当。遅いからね、12時半だ。またコスプレの山が映っちゃう。ダメなんで、ちょっとこっち半分はねコスプレを積んであるから汚いんですよ。隠してる、汚いところ。よし。なんか特典で間違えてることが、間違って遅れてきたりとかがあったら言ってください、また。でもそろそろ終わろっかな。30分くらい配信やったので今日は終わります。なんかお昼もやったんだけど夜も来てくれて嬉しかった。ちょっと明日もライブがあるので早めに終わります。今日はね、たくろうさんいつ会える？リリースイベント会えないかな。15日。じゅんやは？なんかマイクちゃん推しがさ来てくれなくて寂しいんですけど、最近。会えないですか？15日。そう、15日ね、リリーベなの。来て、タクロウさん会いたい。メイクちゃん推しが来てくれない、それは寂しいね。そうだよ、純也が来てくれないからね。なんかもっと会いたいと思ってもらえるように頑張るわ。夜？リリーベはお昼かな？夕方？だって気がする。あれ、お昼だっけ？待って、リリーベって何時だっけ？覚えてない。でも、リツイートします。告知したから。会いたい、タクロウさん。久しぶりに。リリーベは特典会があるから、特典券でまたお話とかもできるし、会いたいですね。前さ、たくろうさんが来てくれたみたいな感じ。毎回、毎日会いたいことは、会いたいんだけどね。じゃあ会いに来てください。昼間は仕事だよって。仕事か、そっか、残念。なんかね、マイカちゃんは推しの人いない、最近。お茶、火曜日のリリーブ。え、ほんとお茶
ないの？え、それは嬉しい。仕入れまだ欲しいから。え、本当？え、おーちゃんに会えるの？ちょっとそれはワクワクだわ。え、モチベになるよね。なんかその日行くよって言ってくれたらさ、あのすごいモチベになる。嬉しい。え、じゃあおーちゃんに会えるのか。嬉しい。ありがとう、来てくれるの。やったやった、楽しみにしてます。そう、リリーベはなんか月に1回くらいずつやってんのかな、多分。でも次いつできるかわからないので来てください。そしたら、そろそろ終わろうかな。例えばサプライズでかけながら見るのもいいよね。そういうのいらないんだよ。会いに行くよって言ってくれた方がとっても助かります。実はリリーベってまだ1回しか行ったことないんだよ。あれ、そうなの？嘘、もっとおっちゃん来てくれてるイメージだったけど、まだあんま来たことないんだ。え、意外。そうなんだ。え、じゃあ楽しもうね。ダメ出しもらった。本当に会いに来て、ジュンや。マイカちゃん推しでしょ、ジュンジュン。266人の方、ありがとうございました。結構夜だけど見てくれていて嬉しいです。ちょっとコメントが今日は少なかったけど、ありがとうございました。じゃあ終わります。ライブはたくさんいたいけど、理由は1回しか行ったことない。え、嘘。1月、嘘。じゃあ結構行ってないんだ。ジャンピンの時はそれだけってことか。嘘、意外。じゃあ楽しもうね、おーちゃん。ジュンや、おやすみ。おやすみ、ジュンジュン。アイちゃん、お顔見れてよかった。アイちゃん、ありがとう。トムさん、お疲れ様。ありがとう、トムさん。見てくれてたんだ、ずっと。おやすみ、ありがとうって。ありがとう、お茶。お茶。自分で笑っちゃうっていう。したら、終わります。みんな、会いに来てね。バイバーイ。